ですけれども、もしよろしかったら得意なモノマネを披露していただけないでしょうか。まだ半熟ですからね。あまり断ってるとほら場がしらけちゃったりとかするじゃない。いや私できないとかってあんまり言ってるとしらけちゃうでしょ。このね長い言い訳は紛れもなくやります。紛れもなくやってくれそうです、はい、だからその時に私あの松田聖子さん。おうおう、一時仲悪いね。あれ全然作り話なんですけど、うん、私番組側は気使ったもんですよ。夜の一スタジオ、あきなちゃんとね聖子ちゃんが入るなんて言うとね、わざわざ両サイドに立たしたりするわけですよ。ひどいのね。もうアメリカとソビエトの冷戦時代を思わせるだそういうなんでもなかったんだってね本当は。全然だって私聖子さんのレコードほとんど持ってますもん。ファンだったんだやっぱり、うん、じゃあ今日どういうの聖子ちゃんを歌うとこうなんていうのかな、うん、こう彼女独特の歌なしでもいいですよね、うん、いやダメ こういうああもうこれだけだよ。こういう、うん、ああもうこれだけだよ。あもうあらーちょっと前にちょっとやれとは言わないんで前に出てきてもらいましょうか。今のはやっぱりもう身についちゃってるね。違う、あの場が盛り上がればっていう感じなんで、うん、これねもうみんな盛り上げなきゃもっと拍手してもらう。そっくり。あなたいる正直な気持ちだけ聞かせて。そっくりじゃん。大切な自分の声成功夏のシャープ。うわやっぱこう顔を見ながらね、みんながウケるのを狙ってカラオケで歌うんで。それ近所のおばさんじゃないんだからカラオケで。それだ。少しだけ愛してる。うわそっくりじゃん。だって愛してる。うわっ頑張んなんですよ。そっくりだね。